wonder if this is enough. Are you ready? Yes, I am. Oh well, I'll call it a day and get ready for tomorrow. Well, here we go, everyone. The next day. Next day, next day, next day. Guess this body won't let me go to sleep. That's one more thing I know of that he has to go through, huh? Naruto. Oh, hey, you're here early. Well, that too, but there was contact from the tournament headquarters yesterday, and they said that the finals rule was changing. Huh? The rules are changing? Before you won by getting the most battle orbs. But this time, it's going to be determined by a battle format. Huh? So the battle orbs mean nothing, and all it is a full-on battle? I think that's what they want to say. I see. That's perfect. That does work better for me anyways. Going to be okay, alright? No problem. Leave it to me. Okay. Okay then, let's get this going. ついに来る。とんでもない参加人数の中、激戦を勝ち抜き、今ここに最強に近しい2名が立っています。会場がざわついていますね。そもそも決勝はナルト選手と日向選手の試合だったはずでも。はい、それについて大会本部から連絡が入っています。当初決勝には日向選手が出る予定でしたが、やむを得ない事情があり棄権すること。しかし決勝が不戦勝では不満噴出の恐れがあるため代理出場を決定したとのことです。どうやら会場全体は納得していないようです。ええ、不満に包まれていますね。当然でしょう。あの渦巻きナルトを前に突然見知らぬ者が出てきたのですから。お前、ヨン、久しぶりだな。今さら何の用だ。そんなの決まってんだろ。俺の体を返しにもらいに来たんだよ。ふん、俺がそれに応えるとでも思ってるのか。まあ一筋縄じゃいかねえだろうな。その通りだ。わかるか、今この会場はみんなが俺の味方だ。みんなが俺を見て、みんなが俺に関心を抱いてくれている。里を歩いてもそうだ。みんなが俺を慕って声をかけてくる。俺は渦巻きナルトとしてこれからも生きていくんだ。へえ、それはどうかな。お前がやってるのは自分から逃げているだけだ。そんな軟弱なやつに俺は負けねえよ。言ってろ。睨み合う両者、その心の内は相当に燃えています。いい気迫です。これは白熱の試合が期待できそうですよ。ここで決勝の準備完了の合図。いよいよですね。忍界全土の視線を一斉に浴びる中、忍界舞踏祭決勝が幕を開けます。どちらが勝利するのか。ここで勝利を収めた者が忍界最強です。さあ、運命のカウントダウン。5 4 3 2 1、忍界舞踏祭決勝開始。
Well, here we go. Start that. Hooray! Let's rock. Naruto versus fake Naruto. Final round.戦闘開始。さあ始まりました。忍界武闘祭決勝。この一戦に勝利した者が最強の称号を手に入れることができます。しかしこの突然の戦闘の実力は未知数。一体どのような決勝になるのか誰も見当がつきません。私たちも様子見をしたいところですが、さてどう動いてくるでしょうかね。会場全体はナルト選手を応援しているようですが、これはどれほど影響あるでしょう。私たちの想像以上にあると思いますよ。応援を受けると勇気づけられますので。ということはナルト選手は有利ということですね。対戦相手のメカナルト選手はかなり厳しいでしょうね。応援に差があるとはいえ、やはり決勝の戦いはすごいです。メカナルト選手がここまで戦えるとは正直言ってみよう。 Got him! Perfect!予想通りの結果だ。俺が負けるはずはない。勝負あり。The real Naruto wins. On the big screen too, check that out. そんな良い心じゃこの俺は倒せねえぜ。どうだ、苦労したぜ、ここまで操るのは。なんということでしょう。当初優勝候補だと思われていたナルト選手が謎の挑戦者相手にボロボロです。会場が静まり返ってますね。戸惑っているのでしょう。突然現れたおかしな輩が会場全体から不満や非難を受けたにもかかわらず善戦したのですから、正直予想外のことに驚きと、そして関心を示しているのです。なるほど。だがまだ負けていない。また来るか、何度でもやってやるってばよ。俺はみんなから認められた存在だ。そんな俺が負けんな。それってば今でも言えるか。何さんなら頑張れなる。メカナルト、yeah. 僕は応援してるぞ。yeah. 頑張ってメカナルト君、行けナルトなんてぶっ倒しちゃいなさい。 yeah. お前は応援だけじゃなくなったな。そんな、俺は渦巻きナルトだぞ。みんなから認められていたはずだ。どんなに苦しい状況でも努力すれば道は開く。このまま俺が勝てばお前への歓声は俺にもっと傾くかもな。さあ続きをやろうぜ。体
たが、いうことはこのままでは。そうか、まだあの手が残ってるじゃないか。精神入れ替え。何が起こったのでしょう。わかりません。特に両者の間に変化は見当たりませんが。お、これでよし。うわ、戻った、戻ったってばよ。いってててて。どうやら戻れたようだな。よかった。やっぱ自分の体が最高だな。うん、体中痛いけど。喜ぶのはまだ早いぞ。お前の体はボロボロだ。形勢は逆転だ。それはどうかな。枝ず口を。おっと、一方的な攻撃です。勝負を決めに来ましたね。これは圧倒的。ナルト選手ここまでか。勝負ありだな。勝手に決めつけんじゃねえ。なんと、まだ立ち上がります、ナルト選手。 Of course he is. すごいですね。 He never gives up. 彼の持つ諦めないど根性ってやつでしょう。まだまだ俺は負けねえぜ。Believe it! Ah, Naruto! Naruto! ここなんだよ。なるか。さあ、決着つけるぞ、メカナルト。Let's go. Damn it! Don't do this scene. Just go straight to the battle. I, of course, I'm ready. Let's go. Ah, ready. That's right. Believe it! Sento Kaishi! Yo, the show is the final battle! Of course, the game is not going to be able to do this. But it's not going to be able to do this.先ほどのダメージが心配されますが、彼はただの忍びではありません。だから必ず巻き返してくるはずです。さあ、泣いても笑っても最後の最後、どちらが勝利するかこの目で確かめましょう。最初は完全にナルト選手側だった応援がいつしか五分五分になっていますね。どちらも素晴らしい戦いをしていますから、それに観衆が応えたのでしょう。観衆を巻き込んだ大決勝戦、どちらが勝利するのでしょうか。さあ、いよいよ終わりが見えてきました。最後に立っているのはどちらか。おお、Yes! Nine tails!ブレットマン、いろいろ託されてるもんがあっから失敗はしねえ。It ends here! 勝負あり。That's right. That's right, Naruto.
Okay, I'm blinded right now. Good lord. Alright, there we go. Sho- Shoubu ari! Yūshou wa Uzumaki Naruto! Yeah! Believe it! Believe it, damn it! That's right. Ore ga maketa no ka. Omae wa asari sugi nan datte ba yo. Omae wa zekkyou ka. Omae no zekkyou nado kikan zo. So yuu na tte. Chotto dake hanashi o kiite kure yo. Un. Gatte ni shiro. Douse ima wa ugokenai. Ano sa. Ore お前の体になって初めてお前の気持ちが分かったんだ。誰からも認めてもらえない、すげえ寂しい状況をさ。昔の俺も同じような目で見られてたし、でもだからってお前のやり方は間違ってたんだ。俺の体と変わってもそれは解決にはならねえ。結局自分の体で、自分の心で、みんなに分かってもらえないと、自分から逃げることになるからな。俺は、早くみんなに認めて欲しかったんだ。だから、それが間違いなんだ。みんなに認められるってのは、とにかく一生懸命努力して、少しずつ少しずつ分かってもらえるもんだ。俺もずっと頑張ってやっとここまでみんなに認めてもらえるようになった。お前も俺と同じだったのか。大変だった。でも逃げなくてよかったと俺は思ってる。俺は失敗した。だからもう一度の失敗じゃねえか。それぐらい小さいってばよ。俺とか今まで何度も失敗して何度も怒られた。じゃあ俺もやり直せるか。当たり前だろ。つうか俺の名前を真似てんだから、そんなことで諦めてもらっちゃ困るってばよ。お前が俺の名前を真似たんだ。こうやのまだ嫌がんのか。俺は譲る気はないぞ。上等だ。ちゃんとお前の記憶が戻ったらその辺はっきりするかもしんねえな。楽しみだぜ。え、お前まさか。さてと、そろそろ表彰式かな。割れんばかりの歓声がここ決勝舞台に響き渡っています。歴史に残る素晴らしい戦いでした。これならば最強を名乗ってもおかしくはないでしょう。しかし決勝ではまさかの展開が起こりました。突然の選手交代には会場全体が動揺し、歓声は一方的になりました。ですがどちらも予想外に前線する様子を見て、観客の皆様も、そして私たちも声を失い、歴史に残る素晴らしい戦いが繰り広げられました。結果、勝者は渦巻ナルト選手に決まり、その大歓声を一身に浴びています。個人的には対戦相手も称賛したいですね。彼がいなければここまでの感動は生まれなかったでしょう。確かにそうですね。それではメカナルト選手に健闘を称える拍手をお願いします。そしてその激戦で勝利をつかんだ忍界最強の渦巻ナルト選手へ改めて Yes, well fought battle. おめでとうございます。 Yes, congratulations.
Yeah. Oh, man. That's right. Naruto. そしてここで優勝者へ副賞の授与です。Obtained mental stone as an extra prize. 皆様、今一度大きな拍手を。Yes. 熱い戦いが繰り広げられた忍界舞踏祭もついに閉幕です。予選、本戦、そして決勝戦と長きにわたる戦いの中、いくつものドラマが生まれました。これまで解説を行ってくださった四角さん、本大会の感想を簡単にお願いします。そうですね、優勝者は突然の展開にもしっかり順応し勝利しました。実力。なるほど、どうもありがとうございました。この忍界舞踏祭は最強を決めるために始まった大会です。そのために各里が協力し、ここまで大きなイベントとなりました。この大会を通し忍界全土が一つになれることを皆さんも強く感じることができたのではないでしょうか。今後こうした大会が2回目、3回目と続き、各国に住まう人々の絆がさらに強固になるといいですね。はい、協力、策謀、激闘、そして勝利、戦いの醍醐味を詰め合わせたこの大会、いかがだったでしょうか。忍界最強は決まりましたが、これは始まりに過ぎません。きっと再びどこかの地で新たな舞踏祭が行われ、またそこで今までにない歴史が生まれることでしょう。その時にまたこうしてお会いできれば光栄です。そうですね、四角さん、本日まで解説ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでの解説は奈良四角、そして実況は私静音とまぶいでお伝えしました。ありがとうございました。忍界舞踏祭、これにて終幕です。これまでお付き合いいただき本当にお疲れ様でした。それでは皆様、また会う日まで、さようなら。 Yes! Yay! Woo! Wahoo! Ow! Yes! Oh, awesome battle! Awesome battle! Oh!Oh man. Win the battle. Well done. Perfect win. We did it. We did it, everyone. Wow. Ah. Another great Naruto game. Oh, so good. Man, did we unlock anything else? Like another story, possibly? Maybe a teaser for the next game that might be on PS4 or Xbox One or PC or Wii U or anything? Uh-oh. 日向さん、騙しててすみませんでした。うん、いいよ、こうしてちゃんと元通りになったんだし。ううやはり優しいですね。僕は感動で涙が。うん、そういう話はまた今度やるってばよ。むまずはこれ返しとくぞ。おお、大事な人形。そんであとはこれな。うん、しかしいいのか本当に。せっかく俺ってばもともと副将に興味はなかったし、それより記憶がなかったらいろいろ不便だろ。だからまあそれくらいくれてやるよ。ナルト、よかったね、メカナルト君。
はい、嬉しいです、とても。それでは早速。What's happening? What's happening? 何かいろいろと思い出してきたぞ。 What? ようやく戻ってこられた。 No! No! You have got to be kidding me. No way.What? What? Oi, 大丈夫か? It can't be. It can't be. 感謝するぞ、貴様ら。な、ん?なんだってよ、お前は。俺様か。俺様はメカナルトが持つもう一つの人格、キュービモードだ。Oh my goodness. キュービモード。そう、俺様は軟弱なノーマルモードとは違う。この世を破壊するために作られた最強の存在。気をつけろよみんな、こいつさっきまでとはまるで違う。久しぶりだ、こうして表に出たのは。貴様らのおかげでようやく戻ってこられたぞ、ノーマルモードのやつ。まさか俺様を記憶ごと封じるとは、いまいましい。封じたって、おい、お前。だがこれで俺様は自由だ。さあ破壊を始めようか。人界全土破壊し尽くしてやる。メカナルト君。What? あいつ。What?雲隠れの里、負傷者125名。岩隠れについては負傷者こそ少数ですが、建造物に被害が出ているそうです。その他各地で暴れている姿が見られ、住人から救援要請が出ています。やられたな。もう少し調べが早ければ対策が取れたってのに。しかしさすがは破壊兵器といったところか。少ない時間でここまで被害を出しやがると。何か掴んだんですか、師匠。メカナルト、姿形が妙だったんでな。裏で暗部に。で、あのメカナルトの正体は。さっきも言ったろ、奴は人界を我が物にしようと企むある人物に作られた破壊兵器だ。そしてナルト、お前に似ている理由もここに関係がある。どういうことだよ。メカナルトはお前をモチーフに作られたものなんだ。うちに秘めるってクラマのことか。だから名前も姿もナルト君に似てたんだね。ノーマルモードとキュービモードを秘めるメカナルト、この開発は完成寸前まで進んでいた。ノーマルモードってのが今までナルトたちと行動を共にしてたあいつだったのね。わあ。ノーマルモードは知識を得るために作られたモード、かたやキュービモードは破壊のみを司るモード。その2つをもって完璧な破壊行動を行うはずだったが、どちらの我も強烈に強すぎた。開発
結果、wow. テスト起動の際に、really? キュービモードが暴走、周囲を破壊しただけにとどまらず開発者すら殺めてしまったらしい。けどあいつは最初埋まってたってばよ。それに新小石だって半分になってて、多分だけどそれってメカナルト君自身がやったんじゃないかな。あいつが、確かにあいつ言ってたわね。ノーマルモードのやつ、まさか俺の記憶を封じるとはって。うん、それにどう考えても私たちが知ってるメカナルト君は悪いことをやるような性格じゃない。だから悪いことをやるキュービモードが許せなくて自分で新小石を割った。そして石をどこかの地に埋め、その後で自らも眠りについたってわけか。あいつは悪くねえじゃねえか。悪いのはキュービモードだけだ。だが人界は黙ってはいられない。被害が出ている以上奴を止めなければならない。すでに五大国はメカナルトを支配するため各忍びたちを出動させている。この葉隠れも例外なく。俺はそんなのやらせねえ。俺はやっとあいつと分かり合えたんだ。あいつはこれから俺たちと一緒にいろんなことを経験するはずだったんだ。それなのにキュービモードの勝手のせいで破壊されるだと。そんなこと俺は絶対させねえぞ。ナルト君、あいつがどれほど吠えようとどうにもならん。 Alright, so I'm gonna split the footage here. And then it looks like we're gonna take on Ninetales Mecha Naruto in the next video.